ていうか甘い匂いするよね。こんにちは。メイクバッチ、今日お仕事してたのでメイクバッチです。みふるちゃんとあやがいる。いつもいるじゃん。ありがとう。今日も見てくれて。どこにいるの？てかみんなが見つけるのが早いわ。洋服何着かと4着。本当だ。岡本彩香見つけた。岡本彩香さん、なんか男の子みたいな格好してない？パッションフォーユーの新コンボはエゴ丼、エゴモモで、エゴ丼できんの遅くない？なんでバレたんですか？え、なんかファンの人が教えてくれたよ。あやちゃんはね、よく会いますよ。結構な頻度で会ってる今日も可愛いです。ありがとう、みくるちゃん。みくるちゃんはあの会いたかった声に一緒に出るんですけど、とある曲であの目が合うポイントがあるんだけど、なんか全然なんか目合わせてくれなくてなんで目合わせてくれないのって言ったら、恥ずかしくて見れませんって言われた。何食べてんの？何だと思う？フリスクです。あやちゃんとは公園に出れないので、一緒にレッスン中で会った時にお喋りします。一番間違えてますって、ミンティアです。ごめんなさい、ごめんなさい、厳しい。みんな何かもうこういうやつ全部フリスクだと思ってる。厳しめ。一瞬でよく見る、確かに。お邪魔しました。追ってきます。いってらっしゃい。もう帰ってきた。今日朝早かったのでもう帰ってきました。もう帰ってきた。
今日は筋肉痛大丈夫。え、全然大丈夫。最近は筋肉痛になってないです。今度の子はいなくてピン。いっぱい出てるから許して。この間の K2 公演も可愛かったです。ハート。ありがとう。ちゃんと見てくれてる。この前ハーフツインした公演の後にレッスン中に行ったんですよ。そしたら10期生の子がいっぱいいて、すごいみくるちゃんが喜んでました。ハート。アイアライブ当選して、おー、え、もう当落が出たんですか？早いね。もちろんセットリストは何も知らないけど楽しみにしててください。ハート。12周年公演の振りはもう大丈夫、大丈夫。本当にハーフティーン大好きです。特に好きです。かわいい。早いんだね。来月だよね、だって。なおちゃんの誕生日にはハーフツインの写真送った？送ってないです。送ってないよ。送ってないの？送んないでしょ。誕生日おめでとうって LINE で写真を？てっきりコメント付き写真送ったの。いや、1回しか送ったことないからね。1回しか送ったことない。あ、そう、ボートレースのなんだっけ、コラボのメンバーに選んでいただいたので、ポスターとかこれから多分動画とかいろいろ上がると思うので、ぜひチェックしてください。そう、20歳になったので今年から参加できます。できるようになりました。いや、二十歳にびっくりしてるけど、私誕生日3月だからね。全然結構経ってるんですけども、ね、
ばんは。フリーズしてないってば。フリーズしてないです。正常です。今日はどうしたの？今日はどうしたのって何？どんなアニメ好きですか？アニメあんま見れません。今日もフリータイム、なんかショールームしようと思ってたんだけど、あんまり夜遅くやると練習するして寝るのが遅くなっちゃうから、早めにやって早く練習して寝ます。配信こんな感じだっけ。こんな感じだよ最近はね。もう配信数、配信をちょっと頻繁にやってるから、なんか前までは結構話題があるからショールームするって感じだったんだけど、最近はもう雑談雑談です。もう全部覚えたの？全然覚えました。本番は結構先だけど、もうレッスンは始まってるので、みんなも覚えてると思いますよ。10期生と一緒に話したりするの？全然喋れます。仲良くないと恋できないので、仲良しっていうか普通におしゃべりしますよ。カラコンつけてないです。裸眼です。つけまつげしたことない。こんにちは。最近なぜかこっちの二重幅がね広がったんですよね。だからかも。なんか広がった。まあでも広がる分にはいいかって感じでもいいよって思って、配信のためにメイクしたんじゃない。今日はお仕事でした。
なんか右目左目か左目をちょっと怪我したんですけど、それからなんかねずっと重たいんだけど、二重幅がなんか広がったんだけど、こっちのね。あ、でもなんか腫れてさ一重になるより二重になるならまあいいかって感じ。でもすっぴんだとめっちゃ腫れおったい。まあいいかって感じ。めっちゃ広くないこっちの目、二重幅ここが広がった。でもなんか年々二重幅広くなってくんだけど、どうした。まあいっか。って感じです。染めてない、早く染めたい。今我慢してんの、必死に。明るいのを我慢してるの。でも秋服今日買ったんだけど、秋服は暗い色の方が絶対似合うだろうなって今日試着しながら思ってて、まあ、暗くするからちょうどいいかなって思ってたけど、冬はね明るいのが好きなんですよね。髪色ちゃんと試着すれば、うん、試着します。ひめたんがおさがり欲しいって言ってました。絶対嘘じゃん、丈が合わない。ひめたん身長高いから。細いし体型が違いすぎる。そう、ミッフィーつけて、今日ずっとつけてます。もらった。ここにつけてると普通にブレスレットにもなるし、暑いなって思った時はなんだっけ、髪の毛も結べるし便利便利です。髪の毛のゴムだよ、可愛いからつけてんの。私はブレスレットにしてます、便利。新井由紀さんにもらいました、仲良し。いつ髪の毛暗くすんの？ギリギリ。
くしないと、どうせ明るくなっちゃうから。だからまだ当分茶色いです。真っ暗にはなんないと思う。今めちゃくちゃ明るいから多分ね、真っ暗にはなんないと思う。でも暗くする。もう秋だね。確かにちょっと若干涼しくなったかも。日焼けしないの？日焼けしない。日曜日か結構涼しくなるみたいな。そうなんだ。ハロー。マニキュア塗ろっかな。前もさ、マニキュア塗りながら配信したよね。ちょっとマニキュア持ってくる。何にしようかな。緑にした。緑にした。ね、頑張って乾かせたよね。緑キラキラにします。歌詞がね、覚えられないんですよ。緑好きなの？パステルの緑だったら好きかも。近いよね。まあまあまあ、たまには。近くていいね。あ、本当？セロトニンって何？
口開かないよね。幸せホルモン？幸せホルモンのことセロトニンっていうの？画面がほぼ顔面、いいじゃん。贅沢じゃん。贅沢じゃないですか。まつげの長さが、まつげ長い？セロトニン覚えた、幸せホルモンね。2じゃないでめっちゃ目のアップ見てる。え、何の動画だろう。そんな目アップにした動画あったっけ。こんなに近いことある？え、そんな近い？近い方が好きでしょ？ついこの間、どんな？忘れちゃった。いろんな動画撮りすぎて。え、そんな近い？普通でしょ。で、これを乾かして上からキラキラを塗る。4K 画質、4K 画質じゃないでしょ。みんなは12周年公演お家で見るんですか？何の公演見るんですか？投資？投資チケットを見たい公演だけ買うの？投資で見るの？私は全部全日程結局出るのでじゃあ3日間会えますね。1日目が会いたかったとパジャドラとあとティフ、2日目はリセット、最終日は最後の公演に出ます。
局だから全部いる3日間。そうだね、だから初日は結構もう投資の方がいい説あるよね。確かに30分しか間ないから、ちょっとみんな近くに食べ物を置いときながら見ないと。なんか空いちゃう。朝の9時からね、夜の10時まで。食べ物用意した方がいい。ね、そうだよね。なんかさ、なんだっけ、まあ人数は限られてるけど、お客さん入れるみたいだから、どんな感じなんだろう。あ、そうだよね、声は出せないよ。30人、すごいあれじゃん、選ばれし人じゃん。あれもあるもんね、カラオケ。選ばれしオタクたち。見る箱すごい画期的だよね。かわいいパステルグリーン。しかもあれでしょ、どのさ公演が当たるか分かんないんでしょ。だからキラキラ塗ってよ、キラキラしてんの。30人にエゴサのせいでもなかったとする。うん、その場所にいなくても今こうやって聞いたところ、すごいみんな見るよって言ってくれたから全然大丈夫。ネイルホリック、ネイルホリックです。結構だってみんな見るよって。ゆずきが3日22時に制服の目終わって、4日9時から僕の太陽で投げる。それは朝、夜遅いし朝早すぎ。それは大変ですね、ちょっと。
みんなゆずきちゃんの応援してあげてください。音色に絵描かない、描かない描けない、そんな器用じゃない。キラキラもう乗せたよ、トップコート塗ってんの。乾くの早くない？速乾のマニキュア塗ってる。待てないから。やっぱこういうなんかすぐ乾くっていうか、まあそうだね、そういうのだけで考えたらジェルネイルが一番いいけど、取るのが大変だから。もうずっとしてない。できた。かわいい。緑です。いいね。まだ慎重に作っといけないから、うん、触んないようにそっとしとく。
キャンプ場に10人来たよ。何？誰が来たの？穏やかな夕方ですね。良かったです。今欲しいもの、洋服、洋服いっぱい欲しい。買った洋服、もうだいぶ乾いた。世間は明日から4連休です。そうなの？知らなかった。シルバーウィークなんだって。眉毛が違う。一緒だよ一緒ですけど、なんか違ったかな。みんなお仕事頑張って。頑張ってください。もう乾いた。早いな今日。お腹すいたの？なんか食べな。もうそんな時間？逆に今食べたらお腹すかない。もうちょっと後に食べないと。夜中に。
中にも食べる、なるほど夜中にも食べるのね。9時からご飯、うん、最近よく塩ラーメンやってんの。そう、意外にもう48分配信で、あと10分ちょい。これからモスバーガー食べんの？あれ美味しいよね、オニオンリング。モチベが下がった時はどうしたらいいかな。何のモチベかによる。納豆は食べれますよ。納豆最近食べてないけどね。おしゆき元気？絶対元気でしょ、今日会ったし今日会ったけど元気でしたよ。パッション保有の2おめでとう、ありがとう。今日も会いました。最近回転寿司と行ってない。さっきのモチベの人どっか行っちゃった。コメント拾われてモチベ復活したんじゃないかな。あ、それならよかった。チェリーさんと最近会いましたか？会ってないです。もう2ヶ月ぐらい会ってないです。その説あるね。だって本当にそんならよかった。おしりんと会いました。だから今日会ったって。おしりん、おしりん会ったよ。
一昨日の声見てます。あ、ありがとう。マキコさんに常に暇な人だと思われた時についてどう思ってますか？まあ暇じゃない時もあるけど、呼ばれたら行きますよね、そりゃ。いい女だなってやった。3分だけ見に来たの？アベマ TV 見てない。私たちどうかしら、あ、見た、フールで見た。次の日朝早かったけど、テレビで朝見ながら準備した。入ってない。新作のガーナチョコ食べた？食べてない。最近チョコレート食べてないな。あまりいいのなんか見ない気がする。面白いね、ドラマ。私も久しぶりにドラマ見てる。
もう15分ぐらい経った気分でいるんだけど、どうですか？もうみんなも飽きたでしょ。1時間経ってるよね。ああ。なってないです、喋ること。飽きてはないよ、だって。でもこのままみんなのコメントをちょっと読んでたら眠たくなっちゃいそう。もう一度かわいいね、ありがとう。いい感じにシチュー煮込めたそれは良かった。今日の服好きです、ありがとう。ということで私は練習して寝ます。マニキュア濡れたから満足です。またねー。